こんにちは、屋根の森です。雨漏りが発生した場合、素早く対処できれば室内が水浸しになったり、雨漏りが深刻化するリスクを抑えることができます。基本的には業者にすぐ対処してもらうのが一番ですが、諸事情でそれが難しい場合、雨漏りの原因、発生箇所によっては DIY で対処できることがあるんです。そこで今回は雨漏り発生時にDIY で対処できる対処法をご紹介します。 DIY できる雨漏り対処法その1、雨どいのゴミを取り除く。雨どいにゴミが詰まると、滞留した水がトイを逆流し、屋根や壁から浸水、そして雨漏りにつながってしまうことがあります。このような場合は、雨どいが脚立で無理なく届く高さにあるようでしたら、ご自身で掃除していただくことで対処は可能です。ただし、高所での作業となりますので、晴れた日に安全に十分注意した上で行うようにしてください。また万一の場合に備えて、作業は2人で行うようにしてください。 DIY できる雨漏り対処法その2、屋根材の穴に布製テープを貼る。瓦または板金といった屋根材の損傷が原因で雨漏りが発生した場合におすすめしたいのが、布製ガムテープを使用した対処です。損傷している箇所にただ布製のガムテープを貼る、それだけで OK です。紙製のガムテープでは剥がれてしまうため、粘着力の強い布製のテープを使用してください。ちなみに、コーキングの知識がある方であれば、コーキングで損傷箇所を穴埋めするという方法で対処することも可能です。ただし、瓦であれば水抜き穴を作ったり、板金であれば塗装しやすいように変性シリコンを使用するなど、処置にあたっての注意事項を守らないと失敗する恐れもあるため、簡単で確実なガムテープでの処理をおすすめします。 DIY できる雨漏り対処法その3、ブルーシートで屋根を覆う。雨漏り発生時に一番効果が期待できるのが、ブルーシートを使用した対処です。浸水箇所だけでなく、雨水が浸入しないように浸水箇所の上部の屋根全部をブルーシートで覆う方法です。この方法、効果が大きい一方、シートが飛ばされることによる事故、滑落による怪我など大きなリスクが伴います。シートが飛ばされないように風対策を徹底したり、滑らないように複数人でブルーシートの端を持って作業するなどでリスクは軽減できますが、それでも危険な作業であることに変わりありません。通常では素人の方にはあまりお勧めしていない方法ですが、どうしても対処せざるを得ない場合の対処法として覚えておいてください。定期的に屋根を点検、必要に応じてメンテナンスしていれば、ブルーシートが必要になるような雨漏りが発生することはありませんので、1年に1回は点検しておくことをお勧めします。DIY できる雨漏り対処法その4、天井裏や部屋にバケツを置く。突然雨漏りが発生した場合、すぐに DIY 修理で対処するのは基本的に不可能です。このような場合は、業者が来てくれるまでに被害を抑えることを最優先に対処するようにしましょう。雨漏り発生箇所付近の家電製品を移動して濡れないようにしたり、水が垂れ落ちてきている屋根裏や部屋の床にバケツを置くなど、室内でできることに集中してください。いかがだったでしょうか。専門知識のない方がむやみに修理したり応急処置したりすると、かえって症状を悪化させてしまったり、大きな事故につながってしまうケースもありますので、ご紹介した内容を参考にできる範囲で対処するようにしていただければと思います。雨漏りした時にやってはいけない応急処置については、他の動画で解説しています。なお、ご紹介した内容は業者が来るまでの応急処置です。根本的な修理には専門的なノウハウが必要になりますので、雨漏りが発生したら専門業者に連絡するという原則だけは忘れないようにしてください。屋根の森では、雨漏り診断士が原因調査からご要望に沿った最適な修理の提案をしています。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。